本日はバリアブンタウ省からビントゥアン省にピチピチのお姉さんが二人乗りですが、南野陽子さんの系列店ですかね、バナナをいっぱい買ったので楽しみです私もやりたいな。はい、どうぞ。あー、かわいいどうぞ。あ、かわいい、おいしい。ゴミの多さがキャンプ地として人気ということを物語っていますね。ママの姿見せるのよ。ドラゴンフルーツ様1名無料で入られました。ありがとうございます。おはようございます、ちかです。本日はバリアブンタウ省からビントゥアン省に移動です。まだチェックアウト前なんですが、昨日も結局データ管理と編集していたらほとんど寝れなかったので、眠気覚ましに眺めのいいレストランで朝食を食べてから出発したいと思います。今日の朝食は昨日の夕食で行ったレストランの2号店が朝食をやっていて、雰囲気良くて海を眺めながら食べれるみたいなので、そこに行ってみます。大きく看板出てますね、こちらです。てことで本日の朝食はこちら、ガンハオレストラン2でいただきます。フェリー乗り場直結のレストランという感じですね。海上レストランで眺めは最高です。ここから調理風景が覗けますね。おー、かっこいいですね。はい、ボービテッドとカフェスア到着です。まずは温かいうちに卵をほぐします。まずはお肉から。うん、お肉柔らかくて美味しい。赤ワインとか使われてるんですかね、漬け込まれてるからか柔らかいですね。温かいうちにパンもね食べましょうか。ソースが美味しいのでね、ソースをいっぱいつけて。美味しい。ではちょっとコーヒーを入れましょう。難しいですね、これどうやって入れれば綺麗に入るんだろう。うん、美味しい。卵を乗せて、上品な味がしますね。これは本当にステーキっぽくて、ボーネでいつも食べる薄っぺらい肉とはねちょっと違いますね。ソースが赤ワインソースなのか、お肉がそういう赤ワインみたいなので漬け込まれてるのかわかんないんですけど、美味しい。サラダも綺麗に盛り付けられてますね。ライムが効いたシーザードレッシングですね。やっぱパンとかもね、ちょっとローカルのお店よりは高級ですね。中がすごいふわふわもちもちです。朝からね、こんな海を眺めながら食べる朝食は美味しいですね。目の前にフェリーが止まってるんですけど、本当にフェリーの中からの目線と同じ場所で食事してるので、船に乗りながら食事してる感じですね。ここは場所いいんですけど、夜だったらちょっと真っ暗で景色見えないので、朝の方が良さそうですね。全部乗せでいただきます。バインミーが日本で食べれるバインミーリエンへ。
船上で食事している気分で、なんとも贅沢な朝でした。それではホテルに戻ってチェックアウトする前に、ちょっと市場に寄ってバナナを買っていきたいと思います。私が食べる用ではなくて、今日ね行く途中にお猿さんがいっぱいいるお寺に寄っていくつもりなので、お猿さんにお土産ということで買っていきたいと思います。で、今来てるのがソムルイシーフードマーケットということで、海鮮がメインの市場ですね。取れたての新鮮が並んでおります。シーフードマーケットなので、お肉とか野菜果物は角の方にちょろちょろってあるだけなんですけど、バナナはあるかな。ここにちょっとバナナがあるので、ここで買っていきたいと思います。本当はシーフードがめちゃくちゃ新鮮で綺麗だったので買いたかったんですが、お猿さん用にバナナを無事ゲットしたので、これからホテルに戻ってチェックアウトしたいと思います。さて、本日の行程はバリアブンタウ省ブンタウ市からビントゥアン省ファンティエット市まで、途中観光地リゾート地立ち寄りながら約200キロ進んでいきます。ずっと海沿いを走っていくので、気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。ピチピチのお姉さんが2人乗りですが、どういう感じでこれは乗ってるんですかね。バオベイが送ってくれてる感じですかね。羨ましいな。海は気持ちいいですね。メコンデルタの田園風景の中を走るときはめちゃくちゃ暑くてしんどいんですけど、海の近くだから海風で気持ちよく走れますね。バリアブンタウ省は市街化率が6割を超えているということなので、今ブンタウ市出てから20キロぐらい走ってるんですけど、この辺りももう何もないみたいなところなくて、やっぱり開けてますね。ヨークコーヒーなんていうカフェがあって、幸せになりたいならなりなさいという、ね、言葉が書かれてたんですけど、日系ですかね。いい言葉ですね。南野陽子さんの系かなんかの、まあ、系列店ですかね。それではあと1キロで一番最初の目的地、モンキーテンプル、お猿さんがいるお寺に到着します。バナナをいっぱい買ったので楽しみです。ヘムの中を進んでいかないといけないんですね。住宅街ですね。変なところにあるお寺です。本当にお猿さんなんかいるのかなっていう、まあ行きですね。え、ないじゃん。何これ。すいません、お猿さんのお寺行くつもりだったんですけど、先にロンハイビーチっていうビーチを私入れてたみたいで、今行ったんですけど、多分 Google マップの地点がちょっとずれてておかしいみたいで、地元の人に案内していただきました。ただのね、民家でしたね。ここに広がっているのがロンハイビーチです。さっきのもロンハイビーチではあるんですけど、入り口が全然違いました。はい、ってことでこちらがロンハイビーチです。漁港なんじゃないかと思うんですけど、パラソルがあったりとか、入り口の方には浮き輪とか水遊びグッズが売られてますし、実際にねこうやって海に入って泳がれている方も結構いらっしゃいます。こちらのロンハイビーチもあまり水は綺麗ではないですね。透明度は低そうです。この洗練されていない地元のビーチデス感が逆にいいのかもしれません。奥の方すごい人が集まってますね。これから出荷される海鮮が並んでる感じですかね。ちょっと見に行ってみます。皆さんせっせと働かれております。どうやら全部イワシみたいですね。おお、かっこいいですね。こちらはテレビ局の方ですかね。何を撮影されてるんだろう。うわー、すごい。網にいっぱいイワシがかかって、それをね今振り下ろしてる感じですね。大量ですね。集合体。なかなか見られない光景で、普通の海水浴場より全然楽しいですね。下の方にもいっぱい落ちちゃってるけど、取れすぎて気にしてないみたいですね。踏まれちゃってるけど楽しそう。私もやりたいな。ぴょんぴょん飛んでいきます。皆さん手慣れた手つきで素早いですね。うわー、イワシに囲まれて
イワシの匂いがすごい。ここはずっと見ていられるほど面白いですね。水着美女よりいいかもしれないです。行きます。いやー、イワシは安いお魚なのが納得ですね。もうゴミかのように大量に水揚げされております。いい匂いがしますね。タコとか貝を焼いてくれてますね。ナムチョムかナムチョムかナムチョムこれ大きなタコが10万ドン、ちっちゃなものだと5万ドン。こちらのイカが1個5000ドンらしいので4つ買ってみます。はい、ってことでちっちゃなイカを4つゲットしました。はい、ではいただきます。中にタデとかネギとかが詰められてますね。美味しい。プリプリ。これが1個25円で駄菓子感覚で食べれるのはすごいですね。ロンハイビーチいいですね。朝食食べないでここに来て朝食にすればよかったですね。海鮮10万丼あったら結構豪華に食べれます。しかもね、取れたてのめっちゃ新鮮なやつがね食べれるので、ここを通る人はおすすめです。地域ナンバーワンを目指して、船岡薬局。ロンハイビーチは通りがかりにちらっと見てスルーするつもりだったんですけど、面白いものが見れてよかったです。では次こそはお猿さんに会いに行きたいと思います。ベトナムがイワシを定置網漁業で取ってるっていうのは意外でしたね。サイズとか気にせずに底引き網で海底からがっつり取ってると思ってました。漁業権とかってあるんですかね。ロンハイビーチ周辺もリゾート結構ありますね。こちらオスレアナ網って読むのかな。5つ星です。ビラがたくさん立ち並んでますね。ビラタイプのリゾートみたいです。ここを登ったところがお猿さん寺ですね。到着しました。こちらですね。ってことでこちらがモンキーテンプルと言われるお寺です。お猿さん今のところ見当たりませんので、奥の方行って探したいと思います。わー、いっぱいいます。ラーメン丸みたいなの食べてますね。ここの子たちはみんないい子ですね。あんまり襲ってきたりとかしないです。わー、いっぱいいますね。かわいい。みんなお座りしてお行儀よく食べてます。かわいい。ではバナナをあげてみたいと思います。おーい。あんまりね、ここのお子たちはね興味を示さないんですよ。お腹いっぱいなのかな。おーい。あれ、どこ行った。はい、 あれ、あげるのに。はい、どうぞ。あー、かわいい。次、もう一人ちょっと大きい。はい、どうぞ。はい、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 どうぞ。いらない。お猿さんたち奥の方にいっぱいいますね。この子にあげようかな。はい、はい、どうぞ。おいしい。あ、かわいい。あ、かわいい。あれ。この子はもらってくれるかな。はい、あげる。はい、どうぞ。あれ。私がバナナを持っているにもかかわらず、この素振りです。お猿さんたちみんなもう山の上の方に帰っていっちゃいました。ここのお猿さんたちは観光客がいっぱい来て餌くれるからか口が肥えてますね。バナナにはあまり興味を示さなくって、下の方に落ちてる人間が食べるスナック菓子みたいなのが好きみたいで拾って食べてますね。バナナめちゃめちゃいっぱい買ってきたんですけど、かなり余りましたね。お腹が空いてまた食べてくれるようにね、この辺りに置いていこうかな。はい、じゃあお供えしていきます。お猿さんたち食べてください。バイバーイ。皆さんお猿さんがメインなので、お寺とかで見ないで帰る人が多いみたいなんですけど、このお寺自体すごいいいとこに建てられた立派なお寺です。
お次はビンチャウというエリアを目指して走っていきます。まずはホーコックビーチというビーチにねまた行くんですけど、そこのビーチはキャンプ場があってキャンプをするのに最適な森に囲まれたビーチだそうです。ロンハイビーチ周辺結構リゾートすでにあるんですけど、またねコンドミニアムかホテルかわかんないんですけど結構高いビル作ってますね。こちらもリゾート、これかわいいですね。これは四つ星みたいです。お城みたいなかわいいデザインですね。ウェディングとかもやってるみたいですね。ウェディングって書かれてるから。この辺りはホーチャムビーチというみたいなんですけど、ここはリゾート開発が進んでてハイアットリージェンシーができるみたいです。で奥の方にもワンダーランドノバワールドホーチャムというのができるみたいです。まだね表の方しかできてないので入れないんですけど、すごい可愛いの出来上がってますね。ビンワンダーみたいな感じでできるんですかね。ちょっとねテナント入ってるのもありますね。ホーチャムビーチ沿いはひたすら高級リゾートが建設されてますね。いくつあるんだろうってぐらいずっと建設中です。今はホーチャム報告ということでまとめられていて、私が向かっている報告ビーチの方しか情報がないんですけど、今後はこちらのホーチャムビーチがリゾート地としてメインになってくるのかなと思います。一時期の風国みたいに高級リゾートの建設ラッシュですね。プライベートビーチになる予定であろうこのホーチャムビーチをお見せしたいと思います。こちらがホーチャムビーチです。ちなみにこちらもうすでにねシーフードが販売されてたりとか、レストランもちょこちょこありますね。どうでしょうか、ホーチャムビーチはブンタオ市街地のビーチに比べると水もね綺麗そうですね。波結構激しいんですけど、まあまあ水綺麗ですね。まだ今は手つかずのビーチという感じが強いです。ホーチャムビーチから少し先にありますホーコックビーチに到着しました。この先です。はい、こちらがキャンプ地として人気と言われているホーコックビーチです。ここら辺は本当にキャンプしている方いらっしゃいますね。テントがいくつか張られております。バーベキューとかも良さそうですね。とんでもない爆音の音楽を流しながらのキャンプをしていらっしゃいますね。このゴミの多さがキャンプ地として人気ということを物語っていますね。せっかく綺麗なビーチなんですがゴミだらけになっちゃってます。報告ビーチもまだまだ手つかずのビーチという感じなんですが、キャンプ地として人気なのでここら辺もゴミがいっぱい落ちちゃってますね。水自体はあんまり綺麗ではないですかね。ブンタオ市街地よりは綺麗かなっていうくらいです。可愛いですね、子供用のビーチみたいにここにちょろっとちっちゃな海が出来上がってます。この辺りがホーチャムビーチなので今何もないんですけど、これから高級リゾートが出来上がっていく感じですね。キャンプ地ということで私も本当はビールを飲みながらバーベキューとかしたいんですけど、何もないので先ほどお猿さんにあげれなかったバナナを食べてます。美味しい。それではここからまたちょっと走ったところにビンチャウマーケットという市場があって、その周辺で飲食店が集まっているみたいなので昼食にしたいと思います。この辺り風景ごっついですね。ホワイトサンドですかね、開発されてないのでもうデコボコなんですけど、ありのままの姿です。砂漠みたいな感じなんですけど奥にね海が見えているっていう粋な感じですね。ありのままの姿見せるのよ。これは日本のお家みたいですね。ちょっと旅館っぽい感じイメージしてるんですかね。テーマパークみたいなのが作られてますが、アロハって書かれてる。ウォーターパークですね。フーコックに似てますね雰囲気。この辺り一帯が開発されて人
つのリゾート地になるみたいですね。バスキンロビンスとか入ってるけど、これはフェイクなのか。いや入ってますね。牛角とか書かれてる、これ多分フェイクですね。多分牛角はいきなりって感じですね。ここにこれから何年かかるんですかね、出来上がるまでに。これは可愛くて、まあ、皆さんね来たいなとは思うんでしょうが、来るのが大変な場所だと思います。ロッテリア、こちらはね入ってますね。もうこちら周辺がビンチャウエリアの中心地ですね。そしてここら辺がビンチャウ市場です。この辺りに飲食店集まってるので決めないといけないですね。こちら海鮮レストラン良さそうなので行きましょう。レストランいろいろ調べたんですけど、口コミがとにかく少なくて、さっき行ったところがちょっと多かったので口コミ行ってみたんですけど、お昼休みで閉まってました。なので他のところに向かっております。これですね、調べてた。もう一個行ってみます。ってことで本日のお昼ご飯はこちらのお店でいただきます。まずはチャーチュンムック来ました。ではコーラ乾杯。こちらカマウ名物チャーチュンムックですね。これカマウで探し求めて結局なかったやつ、まさかこんなところにあったので速攻で頼みました。たこ焼きみたいな味がします。何もつけなくても味がしっかりしてて、出汁が効いてるたこ焼きみたいな感じですね。イカの風味が口の中ですごい広がります。塩っ気があるイカですね。このすり身の中にもともと唐辛子と黒胡椒が効いてるので、結構ねピリッてする感じですね。イカのプリッてした感じもね加わって、食感も楽しいです。うん、ご飯に合う感じではない。本当にこれを単独で食べる感じです。イカが結構ふんだんに使われてますね。ちょっと青のりっぽい感じもするので、磯辺焼きみたいな風味も口の中で広がりますね。続きまして定番の海鮮チャーハンです。何回この海鮮チャーハンを食べるんだっていう感じなんですが、これね美味しいので、結構海鮮がいっぱい入ってますね。ここのさっき取ったベンチャー市場っていうのは、他の市場で買うよりも安く美味しくて新鮮な海鮮が手に入るということで有名なんですけど、5時以降しかお魚が並ばないということでね、今はね何も出てなかったですね。ちょっと時間帯が悪いので見れなかったんですけど、ターメリックというかカレー粉の味がしますね。カレーチャーハンみたいな感じで珍しい味付けです。ビンチャウっていうエリアは温泉が湧いているので、天然の昔からリゾート開発されている、ちょっと奥の方行ったらねリゾートがあるんですけど、新しく先ほど通った開発されているエリアで日本のお家みたいなのがあったんですけど、そこもね温泉になるのかなっていう感じですね。ここら辺の温泉が南部で唯一の天然温泉らしいです。今後はね観光で来るのは文田尾市街地ではなくてこの辺りになるのかもしれないですね。そうするとこういった飲食店とかももうちょっとねいっぱい洗練されたものとかが増えてくるのかもしれないです。現時点ではこの辺りはまだまだ口コミが少ないので、このお店が一番多くて100弱ぐらいしかなかったかと思います。ここのお店は Google に載ってるメニューではタヌキとかハリネズミとかがあって珍しいなと思って、それをね食べたいなって思ってたんですけど、もうなくなってましたね。人気ないからかな、残念です。なかなか食べれる代物ではないのでちょっと楽しみだったんですけど、普通のものをね頼む羽目になりましたね。神奈川県
厚木市へお越しの際はベトナム料理バインミーとお茶へ。ごちそうさまでした。幻のチャーチュンムックが食べれてよかったです。美味しかった。それでは最後のブンタオでの寄り道、水曜ビーチへというビーチに寄っていきます。まさかの最後の水曜ビーチ、この赤土の道を進んでいくみたいです。ベトナム探検隊が赤土に入る。カメラマンと照明さんの後に入る。到着しました。あんまりビーチっていう感じの雰囲気じゃないですが、どんなビーチでしょうか。ここは淡水と塩水が混じり合った汽水域ということなので、この辺りは川からの流れの淡水ですかね。ちょっと奥の方に行ってみましょう。ビーチが見えますね。はい、こちらが水王ビーチです。先ほども言った通り、ここは淡水と海水が混じり合った汽水域にあるベトナムでも珍しいビーチの一つだそうです。白い砂浜と青い海で、ブンタオ市街地にはない美しさがあるということですね。確かにね、海、今まで通ったビーチの中で一番綺麗かなと思います。こちらの水曜ビーチは本当に手つかずの野生感丸出しのビーチですね。売り子さんとかもいないし、ローカルカフェみたいなのも全然ないですね。確かに砂浜とかは白っぽい感じで綺麗なんですけど、奥の方とかは、ね、整備されてないので砂山もりもりっていう感じですね。海は広いな、大きいなっていう感じの本当に海ですね。これでブンタオのビーチは最後になりますが、水曜ビーチで最も野生的な、最も美しいビーチを見れてよかったです。今日はこれからまだ長いので、ビントゥアン省ファンティエットを目指して先を急ぎたいと思います。ビンチャン温泉という、温泉リゾートがあるんで行こうかなと思ってたんですけど、ベトナム人の口コミで24万ドン払うのに最悪でした、行く価値ありませんみたいなのが多かったので行くのをやめました。温泉入りたかったんですけどね、残念です。それではビントゥアン省にもう入ってしまいましたので、バリアブンタウ省の感想を言っておきます。まず約10年ぶりにブンタウ省を訪れたので、その発展ぶりに驚かされました。当時は高層ビルなんてなくて、垢抜けない古臭い田舎のリゾートって感じでしたが、今では自然と調和した素朴さを残しつつ、おしゃれなビーチリゾートになっていますね。それ以上に先ほど通ったホーチャム報告ビーチ周辺のリゾート開発の規模の大きさにはびっくりしましたね。今後の観光地としての発展はこれまで以上のものになることは確実でしょうから、洗練された高級リゾート地としてのブンタオも楽しみですね。バリアブンタオ省は2025年をめどに全国の GDP の成長率でトップに立つ目標を掲げているそうですが、その意気込みと勢いを省内を走って肌で感じました。またいつか数ヶ月単位で滞在したいと思う著しく発展中のリゾート地でリフレッシュできました。バリアブンタオ省もありがとうございました。バリアブンタオ省に比べるとビントゥアン省は何もない田舎道がずっと続きますね。あと85キロあるので飛ばしていきます。ビントゥアン省は国内最大のドラゴンフルーツの産地ということで、こちらドラゴンフルーツ農園広がってますね。この低木がドラゴンフルーツの木です。もう日が沈んでファンティエットまであと50キロ近くあるんですが、映らなくなる可能性があるので、ここでビントゥアン省について少し紹介しておきます。ビントゥアン省は南中部沿岸地方の省で、省都はファンティエット、ホーチミンから約200キロ離れたところに位置します。全長192キロメートルの海岸線を有し、
海産物に恵まれ漁法が盛んです。また先ほどもちょっと見た通りドラゴンフルーツの栽培が全国最大規模ということで、ドラゴンフルーツをはじめ果物栽培も有名です。さらには観光開発にも適した自然環境を持っていて、特に港町の運営は1995年頃から観光開発が進み、ロシア人に人気のリゾートとなりました。その後徐々に欧米各国に広まり、現在では日本人の間でも知名度の高いリゾートとなってきているのではないでしょうか。現在建設中のファンティエット空港が完成すればアクセスが容易になり、ビントアン省のさらなる経済発展、観光開発が期待されているということです。私が以前ファンティエットに行ったのが 5,6 年前ということでね、どんな風に発展変化しているのか楽しみです。早速ドラゴンフルーツが乱雑に置かれておりますので買いましょうかこれは傷んでるから無料みたいですね。ちょっとあんまりいっぱい持っていくとあれなので1個もらいます1個もらいました。ドラゴンフルーツ様1名無料で入られました。ありがとうございます。やっと市街地に入ってきました。ファンティエットですね。ずっと街灯少なくて暗かったので明るくてなんか嬉しいです。今日はもう泊まるホテル予約してるんですけど、ファンティエット市街地中心部ではなくて観光地の中心となるムイネーの方に泊まろうと思っております。なのでムイネーまで直行します。あと20キロです。到着しました。こちらです。はい、ってことで本日の宿はこちらです。それではもう真っ暗で映らない部分も多いので、映るとこだけ映して、明日はまたねちょっとここの敷地内とかは軽く映します。それではお部屋行きましょう。ビラタイプっていうのかな、長屋形式っていうのかな、まあね、そんな感じです。私のお部屋はこちらです。では入っていきましょう。はい、まずこちら入り口入ってすぐのところにデスクがあります。椅子がちょっと硬そうですけど、これぐらい広いと作業をはかどるので嬉しいです。そして今回のお部屋、なんと無駄に広いお部屋でスペースがあり余ってますね。こちら荷物置きもしっかりと大きなものがあるので、私のバカでかい荷物もちゃんと置けてます。でテレビもありますし、もちろんクーラーもあります。そして扇風機もあります。嬉しいですね。でベッド横にはサイドテーブルもあって、ベッドライトもちゃんとありますね。でこちらベッドがね、またバカでかいですね。キングサイズよりもだいぶ大きなサイズになるかと思います。それではベッドのふかふかのチェック行きます。大きい、せーの、ほっほっ、うん、カパこれはガッチガチですね。まあ、広いので許します。それでは奥の方行きましょう。お部屋の一番奥が全身ミラー付きのクローゼットになっております。でこちらの扉の先がバスルームですね。オープン、パーンバスルームまで天井が高くてやたらと広いですね。はい、でこちらが洗面台です。洗面台は別に可愛い感じではないんですけど、綺麗に掃除されてて清潔感あるのでいいですが、なんと水圧がねめちゃくちゃ弱いっていうのがちょっとまあ問題ですね。こちらおトイレはまあ普通に掃除されてて差し障りない感じなんですけど、ポイントが高いのはトイレとシャワーの間に大きな壁があります。嬉しいですね。でこちらタオル準備してくれてますが、ちょっとねお風呂な感じはするけど、まあ、普通に綺麗に洗濯して畳んでくれてるのでありがたいですね。最後シャワースペースです。いいですね。これはびしょびしょにならないくらいしっかりした壁です。では水圧とお湯のチェック最後しましょう。水圧はシャワーも弱いですね。ただ温かいお湯はしっかり出ております。
ということで、お部屋全体ももう一度お見せします。はい、こちらのお部屋が一泊なんと23万ドンです。23万ドンにしてはね、非常に広いお部屋ですね。しかも結構新しめのお部屋なので、基本的にいろんなところ綺麗です。ただね、まあ冷蔵庫がないっていうのと、ちょっと混雑エリアから2キロほど離れているっていうのが残念かなっていったところです。といってもね、目の前大きな可愛いお庭があって、大きな窓付きで明るい光が差し込んでくるお部屋なので満足です。ではね、遅くなる前に夜ご飯食べに行きたいと思います。はい、ということで夜ご飯、こちらの有名店にやってきました。店頭に量り売りの海鮮いっぱい並んでます。まずはホタテのネギ焼きやってきました。ではいただきます。結構大きい身のホタテですね、ベトナムのホタテにしては。うん、おいしい。味付けもおいしい。さすが有名店ですね。ホタテはこの辺りで取れるからか、他の地方で食べるより安い気がしますね、こんなにいっぱい入って。ちょっとホテルが外れにあるので、バイクで来ちゃってビールが飲めないっていうのが致命的ですね。続きまして、空心菜のマテ貝炒めです。さて、結局ね、いつも同じものばっかり食べてしまうんですが、これがね、一番外さないという。同じメニューなんですけど、味付けがね、結構大事になってくるんですけど、美味しいですね。オイスターソースよりも粉末だし強めの味って感じかな。うん、このロックモンタイはちょっと小ぶりな感じですね。でもやっぱりオックモンタイのこの空心菜炒めの味付けは、私はフーコックの店のがこんだけ何回食べてもダントツで好きですね。うん、ちょっと高いなと思ったんですけど、かなりいっぱい入ってますね。1キロ分かな。何回食べても美味しいですね。これにビールがあれば最強です。ラスト、カンチュアカーボック来ました。いっぱい入ってますね、具材。なんかトマト、オクラ、タロイモの茎、カーボックですね。そしてスープは甘酸っぱいカンチュアです。酸味が強いスープですね、美味しい。そしてカーボックをいきましょう。油が乗ってそうですね。うん、美味しい。やっぱりカーボック美味しいですね。エイとかも美味しいんですけど、やっぱり魚自体は淡白な感じで味がないので、ね、カーボックとかの方が私は美味しい気がしますね。うん、やはり有名店なので味付けが美味しいですね。このスポンジみたいなタロイモの茎もね、この甘酸っぱいスープをしっかり吸い込んでくれてて美味しいです。うん、それで今日はファンティエット市街地を撮ってムイネーに来たんですけど、ファンティエットはすごい都会になってましたね。おしゃれなお店とか大型の海鮮レストランとかもたくさんできていてびっくりしました。私が来た6、7年前はあそこまでね、都会な感じじゃなかった気がするんですが、それに比べてここムイネーは、まあ、まだまだ田舎の街並みではあるんですけど、見ただけでも私が前来た時よりはかなりね、都会っぽくなったような気がしますね。うん、とりあえず今日は疲れましたね。ゆっくり食べて早めに寝れたらいいなと思います。はい、ってことで今日は移動過去一で疲れましたが、また明日
久しぶりのムイネ、元気に楽しみたいと思います。ではまた次回おやすみなさい。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。